どうも、お疲れ様です。速稼塾の久保です。今回ですね、まあたまには一般公開動画でお礼動画、お礼返信動画を撮ろうと思いまして、ここに、撮らせていただいておりますけどもね、今回ね、塾生さんから毎年この時期になると、ほら、タケノコが送られてくるんですよ。で、これを湯がいてですね、タケノコの美味しいお料理に毎年させていただいております。まあ本当にうちだけじゃ食べきれないんで、まあうちのね、両親、家族とか、それからご近所の方へ、配ることになっておりますけども、本当にね、たらふく食べられるんで非常に助かっております。いや、これ箱いっぱいありますからね。はい、それでね、私、タケノコが届くたんびに、心にこうね、止めておくことがあるんですよ。それは何かっていうと、人の成長もタケノコっていうことなんですよね。タケノコってね、地中に出てる期間がものすごく長いんですよ。まあ、セミのようにですね、地中の中で何年も何年も、こう、力を蓄えてるんですよね。で、頭が出たら、その伸び方っていうのはブヨって早いんですよね。だから、早めに取ってしまわないと、竹になっちゃうんですよね。もう、こう、見上げるような竹に。で、ビジネスをしていても、恋愛をしていても、人間関係でも、人生そのものなんですけども、竹の子のようにね、日の目の出ない時があっても、地中に埋まって、自分を育ててる時だと思ってね、ぐーっと頑張って耐えていって、そして地面に顔を出した時にドカーンと突き抜けるようなね、力を持っていたいなと、育んでいたいなと思うわけですよね。で、こうやってね、毎年送っていただくたんびに、そういうことを思い出しております。久保塾長様、いつも大変お世話になっております。今年もタケノコが取れました。はい。その他ね、ちょっと書いてますけども、この辺にしときましょうか。ちょっとあまりの感激ですね。本当になんか歓喜です。私もね、いろんなことがありますけども、これ救われますよ。塾生さんがその塾長と弟子という関係を超えてですね、本当に温かい人間関係を持って付き合ってくださるとね、本当にいつもありがとうございます。それではみんなで楽しくいただきます。お疲れ様でした。